まずはスポーツ日本新聞社賞といたしまして優勝カップが授与されます。おめでとうございます。それではツーショットでのお写真を先に撮らせていただきたいと思います。カメラ目線でお願いいたします。よろしいでしょうか。ありがとうございます。さあ続きましては副賞の贈呈です。おめでとうございます。橋本様ありがとうございました。どうぞご登壇ください。以上をもちまして表彰式を終了いたします。さあそれでは優勝いたしました萱原選手に喜びの声聞いてまいりましょう。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。いや狭いところ入りました。はい、もうそこしかないと思って、はい、もう前回は思い描いた通り、まあ、まくり出しか外だったんで、はい、まあ、もう外かなと思いました。はい、スタートはいかがでしたか。今日は大丈夫ですね。できました。定休でした。はい、もうバッチリ。バッチリ。はい。さあ、これであと1週間後に迫りましたグランプリへの弾みがついたと思います。はい、そうですね。もうあの3号でいいイメージもつけれたので、はい、今頭の中で復習してる感じです。なるほど。はい、その3号艇、18日、11レース3号艇なんですよね。そうですね、はい、もうイメージバッチリですね。バッチリ。昨日、今日、そして初日へ向けて。そうですね、はい、はい、バッチリ。さあ、そしてこの優勝、福岡は初なんですが、今年なんと9回目ということで、はい、来年のクラシックも、はい、もう早くも。そうですね、いやでも福岡で優勝できたら嬉しいです。あ、なるほど、ありがとうございます。さあ、ということで、もちろんここ福岡でも場外発売でグランプリ、はい、皆さん応援していると思いますので、グランプリに向けての一言、よろしいでしょうか。はい、はい、ちょっとグランプリは初挑戦なんですけど、もう取る気で行くんで、ぜひ、ぜひ買ってください。応援してください。お願いします。はい、ぜひ頑張っていただきたいと思います。ありがとうございました。それではここでワンショットでの写真撮影のお時間とさせていただきますので、マイクを優勝カップに持ち帰っていただきまして、飛び切りの笑顔でお願いしたいと思います。シリーズ2日目にはなんとコースレコードを10年9ヶ月ぶりに更新と、福岡では名前をかなり残していらっしゃいます。ここがこの名前もう一生残るんじゃないかとスタッフの中でも言っていましたけれども、ぜひ18日からの平和島 SG グランプリ、11レース3号艇で登場ということですので、ぜひ頑張っていただきたいと思います。そろそろお時間よろしいでしょうか。よろしいですか。さあ、それでは以上をもちましてインタビュー終了させていただきます。ファンの皆様、1週間後の平和島 SG グランプリへ向けて盛大な応援の拍手でお送りいただきたいと思います。大人気ですね。ちなみに明日は12レース締め切り2分前ですので、まだご投票されていない方はお急ぎください。それではよろしいでしょうか。まだサインがたくさんお願いされておりますので、今しばらくお待ちいただきましょう。よかですか。それでは手を挙げてお聞きください。選手代表です。おめでとうございました。さあ以上をもちましてスポーツ日本杯争奪戦の表彰式並びにインタビューを終了させていただきます。明日は12レース締め切り1分前となっております。最後までどうぞごゆっくりとお楽しみください。ありがとうございました。